今日は自転車で来ましたけど、自転車もきついですよ。登ってるからね、ずっとだらだら登っていくので、ひょっとしたら息をして歩いた方が楽かもな。ともあれ、まあ5時前ですけど、自転車でやってまいりました。きつい。 GoPro ビデオストップ。ああ。いや、30分以上走ってます。走ってるというか自転車漕いでるけど、一向につかないし、まだまだ先は遠い感じですね。まあ、ほとんど上りなので7割方歩いてますね、自転車をしてね。まあ3割ぐらい平坦な道、いや下りだったりとか、そういうところは自転車でね行けるんですけど、これは自転車も結構しんどいな。いやー、これ思ったより遅くなりそうですよ、現場着くのがね。まだまだだいぶかかります。行ってきます。 GoPro ビデオストップ。はい、当初の予定とはちょっと違うところに来たんですけどね。いや、もうバテちゃいましてね。山の上まで上がっていくのがきつかった。はい、というわけでちょっとだらしないんですけど、諦めてもうちょっと下の方でね入る。だいぶ自転車で上がってきたんですよ。上がってきたけど、もうもっと本当は予定ではもっと上まで行きたかったんですけど、いやもうバテバテですよ、全然ダメ。ほんと体力ないね。もう運動不足もいいとこですよね。やむを得ず、この辺りにね。でも、ここもですね、ゲートからはどうですかね、2キロぐらいは上がってきてると思いますから、ね、まあ、大変といえば大変なとこですよ。ここまで来るだけでも、結構頑張んないと来れないですからね。もうね、本当はもうちょっと暗いうちに来る予定だったんですけど、全然全然思いのほかしんどくて。いや、自転車って結構大変ですね、思った。自転車で来れば楽だわと思ったけど、全然そんなことないですよ。もう自転車の方がしんどいぐらい、歩いた方がむしろ荷物が軽くて楽だったかもしれないですね。途中でもう嫌になっちゃって、歩いてこるかなと思ったぐらい自転車がね、重く感じましたね。次はあれだね、電動自転車かアシストサイクルか、本当にバイクぐらい、もう何、自転車みたいな電動自転車ってあるじゃないですかね。もうアイドルじゃダメだな、若くないですからね。 あそこの木の枝がかぶってるところなんかね、少しね魚がつきそうですね。はい、ここはなんか比較的ポイントがたくさんありそうで、楽しみなところに降りてきました。私はもちろんここ初めてなんですけど、まあいくつか良さそうなポイントがありますから、まあ、いれば一発で出るんじゃないでしょうか。まあお盆休みの間にね、どれぐらい叩かれてるかっていうのが結局問題。まあ、お盆明け第一発っていうことですからね。もうこの時間帯でしたらね、ちょっと黒っぽいフライでもいいかもしれないですね。黒目のフライ、アントパターン、もしくはジャシッドとか、あの辺りを流してみましょうか。まずはこの辺のちょっと黒っぽいのでいってみましょう。フライサイズは12番ぐらいから。もう老眼鏡いる？ダメだね、本当に目が見えないわ。こんなとこ車来ないだろうと思ったら、木こりさんのトラックがダーッと走りましたね。びっくりした。
この辺に通りたらか。はい、1、2時間ですね。いた勝負。まだやっぱり5時台だと暗いね。目が見えないわ。はい、行ってみましょう。まずね、あの辺りからちょっとこう下から順番に打っていってみましょう。よし、あの辺から行ってみましょう。キリがない。はい、白泡のギリギリのところとか出そうですけどね。はい、白泡と白泡の間とか出ないね。出ないね。全然気配がない。もう時間が遅かったかな。もうすっかり明るいもんね。あ、ちっちゃいのいいな。ちょっと手元の方ですよね。今ね、あそこの下のところで一匹こう、ほんと、あ、動いた。おー、よくやるね、今日。 GoPro ビデオストップ。ちょっと今日は後ろの木の枝に引っかかりやすい。沢が狭いからね、ちょっと注意が必要です。やっぱり今日は12フィートやったの失敗やったかな。リーダーをちょっといつもより長めにしたんですよね。これちゃんとうまい具合にこう木がかぶってるじゃないですか。こういうところって多分魚つきやすいんですよ。魚も分かってて、木の枝だと、木の上枝が上にあるとうまくキャストできないんだろうっていうことが分かってんだろうけど、魚がつきそうなポイントですよね、これもね。こういう時はサイドキャストで。うん、もうすぐドラッグかかっちゃうからね。どんどん行きましょう。すぐドライが沈んじゃう。ちょっと変更レンズをかけます。最近導入したこれ、変更レンズ、メガネと一体型なんですよね。これこういう風に、こういう風になってるんですよ。カチャッとこう簡単につくですね。あ、すごく明るく見えます。ちょっとやってみましょうか。これ皆さん、こんな違いですけど、多少違いますかね。水の中が見やすいですかね。こうやって変更レンズつけると、この対岸の地震の向こう側、
ないね。そうだけど、そうだけどいない。いても出ない。ロイヤルコーチマンパラシュート。後ろ気をつけないと。ないね。相当お盆の間にやられた感じだなこれ。何にも出ないもんね。痛めつけられた、まあ、いればね、一発目だからね、大体ね。いるっていうか、いるんだろうけど出ないよね。本当に何にも反応ない。ああ反応あったけど残念。食いが悪かった。今よっしゃ、一匹目来ましたが、あ、イワナでしたね。はいはい、はい、まあ大きさとしては20センチいくかいかないかぐらいの。あ、でも一つ来ました。はい、ありがとう。はい、リリースします。よかった坊主じゃなかった悲しいよねこれ、坊主だったらね。今日、はい、今出たのはね、そのコーチ、ロイヤルコーチマンのパラシュートですね。サイズはね、11番ですよ。結構まあまあ大きいよ。うん、出てくれました。小さいくせに。2回とアタックしたね。1回目外して、2回目に打った。割と、流進で出たね。本当にあのヤマメっぽい出方したな今。この川ヤマメいないのかな。はい、もう一丁行ってみましょう。見えないねフライが。よっ、あの線なんか出そうなんだけどね。どうしようかな。よいしょ。いた。あ、いたいたいた。あーもう。GoPro ビデオストップ。ちょっとお遊びでやってみましょう。気配はね、するね。意外とこんな小さいところにね、雨の後はいたりするんだよね。そーっと近づいていかないと逃げ出ちゃう。ちっちゃいね。出
というわけで、まあ、今回の釣りはね、まあ、こんなところでしたね。もう自転車で登ることのしんどさが初めて分かりましたね。もうちょっと作戦をまた考えて来年はね仕切り直したいと思いますけど、今シーズンはねちょっともう山に行けるのはそうこれが最後かなって感じなんですよね。引き続きあの冬場はね管理釣り場なんかの釣りもご紹介したいと思いますので、お楽しみになさってくださいということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんに、ね、役に立つかどうか分かりませんが、釣りの情報なんかもねお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、以上自由工房の古橋ゆりでした。ゆりさん、さよなら。いやー、一匹、まあ坊主じゃないだけまだ良かったけど、一匹しか釣れなかったですね。残念だったね。いやー、それにしても体力の限界を感じたな今回は。もっと鍛えて来年は頑張るぞっていうことですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。